いろんな配信者さんが誰々さん誰々さんって最後にあのスパチャしてくれた人を読み上げたりするんですよ。僕はあのそういうのしないんですけど、ただああいうことしたいなって思って、なんか読み上げるの配信者っぽくていいじゃないですか。前回の配信で棒磁石がね出て、それをあの赤い部分矢印刺したんで、僕 N 極って答えたんですよ。そしたらあの正解が S 極だったんですね。でもそれは出題者が間違えていて、本当は N 極だったんです。僕が合ってたんですよ。なのにもかかわらず僕が間違えたと思って草を生やした人が本当にいっぱいいたんですけど、まあいやーだからね、そいつらの名前を呼んでいこうかないやだって、いや考えてみてください、あのこいつクソバカって書いてるんですよ、僕が間違えたと思って、それ自分に返ってきてるんですよ、たまらなくないですか。僕が間違えたと思って、僕が失敗したと思って向こうがマウント取ってるのを、失敗するのを見るのが、僕 VTuber やってて一番の優越なんですよね。ということでね、ちょっとね名前ね呼ばせていただきます。太郎さん、チンチラさん、 YNK、YMK さん、加賀さん、中学生からやり直そうということでね、ね中学生からやり直そうね、本当にね、ねおでんさん、クラレントさん、堀田ゆうみさん、アホが露呈ということでね、いやーその通りなんですよね、ありがとうございますいや別にあのね最近よし、じゃあね、キトさん、雑魚すぎやろ、雑魚すぎるやろ、おっと、雑魚すぎる、そうか、S 曲、N 曲間違えると雑魚すぎるんだって、キトさん、そうか、そうか、いやーね、ちょっとね、読み上げてね、いきたいと思いますけどね。はるさん、ホストたけるさん、ウーパールーパーさん、ケイカマさん、キュー太郎さん、はい、ありがとうございました。ね、これだけの人がね、本当にね、棒磁石のどっちが N 曲かわからない人たちということでね、発表させていただきました。じゃあね、いや初めてねリスナーさんの名前しっかり読み上げたんじゃないかな。